こんにちは、ケルトのフェイの畑尾です。ケルトのフェイについてお話をする畑尾のフェイトーク。しばらくアイリッシュフルートについてシリーズでお話をしていますが、今回はアイリッシュフルートのボアについてお話をします。まずボアというのはフルートに限らずピンホイッスルやバグパイプでも使われる用語なのですが、管楽器の管の内部のことを指しています。というのも管楽器というのは外見上はまっすぐなストレートな管であっても、内部の構造が先に向かってすぼまっているとか先に向かって広がっている、これテーパーがかかっていると言います。それから同じ寸法の管であっても内部が太い空洞ができていたり細い空洞ができているというふうに、外見だけではわからない構造を表す際にこのボアという音を使います。さてアイリッシュフルートにおいてはこのボアが大きいと容積が大きくなるので、それだけ音量も大きく音色も開放的になり、そしてボアが狭いと容積が小さくなるので音量も小さめになり音色は暗めになるというふうに、ボアの大きさが音色や音量に影響を与えると言われています。今回はドイツのフルート職人ステファン・ガブリエルのブラックウッド製アイリッシュフルート D 管を2本取り寄せています。今後ケルトのフェイ屋さんではステファン・ガブリエルのアイリッシュフルートを定番商品として取り扱いたいと考えているのですが、ステファン・ガブリエルは同じルーダル&ローズの D 管であってもラージボア、それからナノボアという2つの種類で製作しています。今回はそれぞれ取り寄せて聞き比べてみたいと思います。ではまず外見なのですが、ラージボアもナローボアも外見からはほとんど違いが分かりません。どちらかというとラージボアの方が2番目の指穴、それから5番目の指穴が若干大きいように感じます。アンブシュアのサイズは一緒のように見えます。では吹き比べてみましょう。まずこちらナローボアを吹いています。はい、引き締まったとても良い音色がします。では今度はワイドボアを吹いてみます。はい、こちらも大変良いフルートだと思います。吹いた感じはナローボアの方が少なめな息でよく鳴らせる、その代わりポイントが若干狭いような感じを受けます。ワイドボアの方は息をよりたくさん入れることができて、そして完全に鳴らしきるにはかなり息を吹かなくてはいけないような印象を受けますが、それもプラタンタイプとルーダルタイプというフルートのデザイン上の違いと比べるとごくわずかな差のように感じられます。それでは比較のためにジグを吹いてみます。ではまずナローバーの方を吹きます。では続いてワイドボアの方を吹いてみます。違いが伝わりましたでしょうか。吹いているとナローボアの方が息の消耗が少なめに感じられます。そしてワイドボアの方は音量が大きく鳴らせるのですけれども、しっかりフルに鳴らそうと思うと結構たくさん息を入れる、そして弱く吹くと鳴らしきることができないというように感じました。ですのでパワフルな演奏が好みで、そして息の量が自信があるという方はワイドボアでガンガン演奏したら良いと思いますが、息の量に関わらずですね、フレーズを長く演奏したいとか少ない息でしっかり鳴らしたいという方はこのナローボアが良いのではないかと思います。それから指の
広げ方に関してはどちらのフルートもほぼ同じ、ほぼというか全く同じサイズになっていますので、これはナローボアの方が手が小さい方でも吹けるとかそういう違いではありません。はい、あくまでも音量や音色、息の消費量といった都合から選んでいただけると良いかと思います。この番組ではティンホイッスルやアイリッシュフルート、バグパイプといった楽器についてたくさんの話をしていきますので、次の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。